熊野那智大社拝殿。自社の壮麗な社頭の維持には多額の費用を要する。熊野三山本願書は15世紀末以降における熊野三山の造営、収蔵のための肝心を担った組織の総称である。熊野三山を含めて日本における古代から中世前半にかけての自社の造営は自社領経営のような向上的財源。 幕府や朝廷などからの一時的な造営領所の寄進、あるいは貢権力からの臨時の保護によって行われていた。しかしながら、熊野三山では、これらの財源は、すべて15世紀半ばまでに、実効性を失った。それらに代わる財源を確保し、熊野三山の造営、収蔵に寄与したのが、15世紀後半以降に、成立した熊野三山本願書で、 類似する他の寺社の本願書と比べて際立って規模が大きく、一山ごとに独自の性格を持っていた。熊野三山本願書は、各地に送り出した一部の熊野山伏、熊野美国が募った、肝心法がを熊野へ送り届けさせること、また、熊野への巡礼者からの参戦を得ることを通じて、財源を調達し、同社の混流、再興。 修復を行う造営役としての役目を果たした。近世初期には、新宮を主座として、熊野本願休家時と称する本願仲間を形成し、連携して、職務の遂行に当たった。15世紀後半以降、本願書は造営、修造を担う組織として機能していたが、熊野散々では、本来首都が独占していた社事の縁起や仏事、神事といった社役にも深く関与するようになり、 宮山の運営に大きな役割を担うようになっていった。しかしながら、他の寺社と同じく本願と社家の間には緊張関係があった。17世紀以降には、造営、修造と社役との生息両面における本願の役割を否定し、社内における主導権を奪い返そうとする社家と、人山における地位を守ろうとする本願との間で、争論が繰り返された。 18世紀半ばには、近世以降の鮭の経済的再建と江戸幕府、紀州藩の宗教統制を背景にした鮭の反撃により、本願の体制は決定づけられるに至った。しかしながら、単なる造営役を超えて、年中行事や祈祷に関する役目を担っていた本願を、鮭は完全に排除することはできず、明治の神仏分離まで存続した。本願書が成立する以前、 中世における、熊野三山の財源とされたのは、熊野山、夏山寄進された、宮間経営そのものに関わるお々の荘園、熊野五荘境米、造営領国、造営領所などであった。熊野へ寄進された荘園の早い例は11世紀末に遡ると見られ、その事例として、大徳3年11月13日付の内市藤原市市入場案に見られる。 木の国肥料省と宮前省の事例、ついで白川院が漢字4年1月21日に木の国二家軍五箇所号百0町を寄進した事例が挙げられる。これ以後、熊野別当、修理別当、財町、三合、熊野諸市をはじめとする熊野三山の執行機関が日立国から日向国に至るまでの30箇所余りの省園の執行実務に携わり、 14世紀中頃まで、熊野散々経営の中核を担っていたと考えられている。12世紀初め、白河院は、宮間経営と神社造営のため、元長元年に、紀の国、阿波国、佐抜国、伊予国、土佐国の5カ国から福幸50煙を熊野山に侵入したが、大事2年に、熊野本宮五風1煙の代わりに、 木の国、室坊里香るますます村三作田古町の諸島幹物が便宜補填され、これが後に荘園に転化したと推定されている。なお、造営両国の寄進の早い例は12世紀末から13世紀初めにかけてとみられ、13世紀初めには熊の散々兼業であった長元に阿波国が寄進されている。上元三年に新宮、本宮が火災に見舞われた際には、 再建のためにやはり、阿波国が当てられたが、阿波国は、この時期を下ると見られなくなる。13世紀半ば以降、越前国、放棄国などの例が見られるが、頻繁に資料中に現れるのが、東東海国と安防国である。東東海の早い例では、昭言元,元年に、美濃国と共に、那智の造営領国に当てられた。一方で安防はもっぱら、新宮の資料にのみ現れ、 人時2年の100連勝処刑の例や13世紀末に遡る例が見られる。東東海と安号はしばしばセットで造営領国に当てられ、ご皇門天皇臨時や、その翌年付の鎌倉幕府のご教書にその名が見られる。しかしながら、こうした造営領国、造営領書に依拠した造営、修造は15世紀に終わりを迎える。上級の乱以降、新たに自童となった、 ご家人の支配が各地の荘園に及ぶようになったほか、14世紀半ば以降、各種の資料に、東都海国国画色、安房国国画色といった表現が増え始めることに見られるように、造営両国が国画色の特分に相償化していった様子が伺われる。室町時代から戦国時代にかけては、在地土豪の支配下に荘園が収められたことで、 各省園からの熊野への年貢は一部の条文米を収めるのみになったが、それさえも滞りがちとなった。新宮では、独自2年に社殿を消失したため、造営両国に充てられた、土佐国からの収入により再建を図ろうとしたが、妨害を受けたために、十分な収入を得られなかった。新宮は、ご高温天皇の臨時を得て、足利義明に徴収を委ねなければならなかったが、 その実施には困難を伴った。上和元年には、智尊松院領のあった伊豆国の松園からの年貢が十一年にわたって未達であったため、熊の散々兼業により改めて安堵されなければならなかった。こうして、造営、修造の財源として機能しえなくなった造営領国、造営領所に代わり、宮間の造営、修造の財源とされたのが、胸別銭や、 ダンベイ、単線であった。胸別線徴収の早い例は、常時5年頃に、ハリマ国松原荘などで、新宮造営のために徴収された例が見られるほか、熊野年代期には、宮間造営のための、諸国胸別、夏造営のための系、泉、河内での徴収といった例がある。ダンベイ、単線では、14世紀前半にダンベイが、泉、美濃などで確認され、 ついで15世紀前半からは、単戦が見られるようになる。国単戦と暗報国和食をもって、新宮戦宮にあてる、胸の応二26年の室町将軍家御教書を発令とし、影響5年には、新宮造営領として、木の国から単戦を徴収するようにとの御教書が発され、議員の他丹波や伊豆に当てかされていた。これら15世紀前半から中央にかけての短戦は、 造営領国に入れ替わるように出現し、造営領国は資料上確認することができなくなる。しかし、こうした村別や単線による財源の実効性は、室町幕府を頂点とする守護体制の実力に依存していたため、室町幕府の支配が主観していく15世紀半ばには、ほとんど意挙し得なくなる。この時期にも存続した造営領所として、新宮に属した紀の国高家層があるが、 15世紀半ば以降、畑山家の内紛に巻き込まれる形で繰り返し、乱暴に見舞われて、ほとんど不治行であったと見られ、遠徳元年には、新宮の新官らが、紀の国うちの所領が有名無実化したと窮状を、幕府に訴えている。以上のように、15世紀初までに造営領国を、15世紀後半までに、室町幕府支配を背景とした、公的保護を失った熊野三山は、 以後の造営、収蔵のための財源を他に求めなければならなくなったのである。ここまで見てきた熊野三山を含めて古代から中世前半にかけての自社の造営は自社領経営のような向上的財源、幕府や朝廷などからの一時的な造営領所の寄進、あるいは公権力からの臨時の保護によって行われるものであった。しかし、鎌倉時代初期の東大寺造営に 功績のあった長原のように臨時かつ応急の処置とはいえ財源の調達から造営、収蔵の実施に至る一切を肝心省が全面的請負い事業として掌握する例が見られた。さらに、戦乱のような社会的混乱によってこうした公権力からの財源が機能し得なくなるにつれ、本来は自社の外部の存在である肝心性の請負いによる 肝心活動を向上的な形で、自社内に組み込もうとする自社の要請、あるいは守護大名や戦国大名といった在地勢力の権力や権威を前提として、肝心省たちが造営。修造の実績と肝心を通じて獲得した既得権とに基づいて成立させた組織が本願書で、15世紀末から各地の自社に見られるようになる。しかし、 陣内に確たる地方を築くことを目指した本願と本願に正式な構成員としての地位を認めようとせず、経済的な役割のみに押しとどめようとした自社との間には緊張関係があり、近世の爆反対成果での自社財政の再建と安定が進むにつれ、自社の側からの圧迫にさらされて衰退、廃絶する本願書も少なくなかった。熊野三山もまたそうした例に漏れず、 15世紀後半以降に肝心性の活動に財源が求められ始め、15世紀末以降に本願書が成立する。熊野三山本願書は各地の本願書の中でもとりわけ規模が大きく、三山のそれぞれに独立した本願書があった。熊野の本願書には暗種という独自の呼び方があった。新宮安種は霊光暗の名でも知られ、抹茶真相者には さらに独自の本願があり、神僧本願と呼ばれた。また、ナチアン主は七か寺もの大規模な本願書からなり、国屋と総称された。前述のように造営両国や胸別、単線といった公権力を背景とした財源が15世紀後半以降に失われていくにつれ、以下に衝突するように、入れ替わるように肝心活動が現れて活発化し、その帰結として15世紀末以降に、 神宮や那智で本願書が組織されてゆく。こうした過程は各地の自社本願書と異なるものではなく、熊野三山本願書も共通の性格を備えていたと言えるだろう。また、同じ本願書とはいえ、神宮は半藤寺、梅本院という東山方大戦達寺院から安守を迎える天台宗比叡山末寺に連なるといった権威を背景として発展したのに対し、那智は 西国三十三所巡礼の参拝霊状として、基所の漢人と参拝者の参戦を募ることに活動の軸を置き、その性格は一様ではなかった。明神寺及び上総神社も三省神宮の本願書の改装を伝える資料の中には、十五世紀よりも前の時期、早いものでは八世紀初めに放画を求めるものもあるが、そうした資料は総じて信頼性を欠き、 偽作の可能性も指摘されている。新宮安州の活動年代を確認し得る、信頼できる資料は、新宮造営のための肝心に赴く重国、性格権なる人物に対する援助を完了。細川勝本が依頼する主意が記された文書で、15世紀前半と推定されるものである。この文書における重国性格権の肝心事業が、一つの活気となって、 15世紀後半からは、熊野三山の肝心による造営の事例が大幅に増え始める。それだけでなく、この時期以降の新宮の本願に関する記述は、それ以前に比べてはるかに具体性に富んだものとなって、行くだけでなく、安守が、社頭修造を本願たる事故の職分として意識し、活動する様子が伝わってくる。妙心寺15世紀後半から16世紀初頭に、 かけての時期に、新宮本願書の方がを求めるのは、新宮の末社である神僧社における本願の活動を合わせて考えると外然性を増す。神僧本願の活動の最も早い時期の例として知られるのは、南北朝時代の動乱による後輩からの復興、再建を目指して行われた、明神寺の明順理に,による肝心活動である。明順理に,による肝心は、遠徳元年より始まり、 弟子の友人と共に諸国をめぐって、法画を募り、大英年間から協力4年にかけて、最高を成し遂げた功績により、天文元年には、本願職が改めて許されている。こうして成立した新宮安守は、大御国の半道寺から安守を迎えるようになる16世紀、半ばに組織として、大きな転機を迎える。半道寺、特に、梅本院、岩本院の二つの棒は、 東山派主元世代仙三36か、寺に数えられ、諸国の東山派山伏を支配した有力寺院で、天文18年に半道寺、水本坊の吉成坊広森が本願となっていたのを、早い例として、A69 年の梅本院大仙達行鎮の入寺以来、17世紀初頭まで、梅本院から安守が迎えられるようになる。梅本院出身の安守は、 新宮安守の事業力を充実させ、新宮安守を主原人員として発展させていった。その後、元禄十五年、行弁安守が、不女法により感動されたことによって、梅本院出身の安守は途絶え、天大像によって安守は担われるようになった。教法五年二月に入寺した吉住は、林王寺宮の許しにより、今後院号を永代の寺号とすることを認められただけでなく、 教法十年には、比叡山総合職に部任されたことにより、新宮安守は、比叡山末寺の天外修人員となった。以上のように、新宮安守は、鮭が造営。修造の財源を確保し得なくなる十五世紀半ばより、活動を始め、以後肝人性による肝人と造営が向上化していき、十五世紀末頃に、本願書としての組織を整えた。そして、十六世紀以降、 梅本院出身の安守を迎えて、以降、組織を確立、発展させ、18世紀初に梅本院安守が途絶えた後は、比叡山末の天外修理院として存続した。前述のように智には7箇所の本願書があり、七本願、七つ国やなどと呼ばれる。一つの社寺にこれほどの本願書が伴う例は他になく、大きな特徴となっているが、現存するのは、 妙法山阿弥陀寺と札落寺の2箇所に過ぎない。このように大規模な本願書が成立する背景には、西国33所の流星や那智三景曼荼羅に象徴される多数の三景者と、そこでの多量の参戦があると見られる。智山周辺では早くより肝心性の活動があったと見られ、昌平24年名の那智広権限の鉄塔に、肝人社門、 広都市の名が確認されるほか、欧三十四年の足利義満の側室北野殿による熊野三景記、熊野参り日記には、浜の宮の橋本で橋肝人の二の所持する阿弥陀明号に肝人決演したことが記されている。また、栄正十八年に高野山祭等の肝人に当たった和覚という肝人症は、夏において十国立ちの修行を行った十国生であったといい。 各地の参経者を熊野へ引率する選抜の中にも14世紀後半以降にはすでに漢人症がいたことが知られている。以下、個別に見ていくが、そうじて言えば、ナチアン主が成立し始めるのは15世紀末のことである。その後、漢人活動の活発化とともに、本願書の間での文章と独立が進み、16世紀には7本願とされる本願書すべてが揃い、 七本願を総称する七津国屋という表現が、慶長八年に所見される。こうした、那智の本願書の身長において、重要なのは、西国三十三書の流星である。御前安守が所見される、影響年間の頃には、西国三十三書に、帰仙の巡礼者が多数見られるとされており、そうした巡礼者の増加とそこからの参戦、方がが重要性を増したことに応じて、 漢人賞たちは、本願書を組織し、一層多くの巡礼者を招き入れようとした。ナチ三景の流星を物語る者としてしばしば、引き合いに出される、ナチ三景マン荼ラの作成に、本願書が関与していると考えられているが、そうした流星は、本願書によって作り出されたものであった。午前暗主、編集午前暗主は、ナチ本社十三社伝の内主,主催人結画 滝具を含む上を社具他を文章する。資料上の書室は、近年の研究によれば、影響11年に遡るとみられ、二王門の石船を質に借船をする旨を記した、借用状がある。工事3年の漢人帳は、安守良源とその弟子が、紀船に60万数冊を漢人不算するとしたもので、熊野と自衆との結びつきを示すものとして、早くから注目されてきた。 滝安守、編集、滝本の書道を文章する滝安守の成立については、それを建武年間の妙音商人である人物に求める資料や十五世紀半ばとする資料があるが、いずれも伝説的性格のもの、もしくは本願による偽作と判断されている。滝本の造影として早い時期のものでは、永賞元年に千寿堂の肝心を行った肝心賞に関する記録があり、 滝安守の成立は、この時期以降のことと考えられている。夏網、編集西岸都寺本堂、西岸都寺も三少如意林道の修造にあたった、夏網の成立については、室町時代初期まで遡るとする説が知られる。しかしながら、その場合、早々期の人物として、弁阿商人を否定することになる。弁阿商人とは、花山法王を、 西国三十三所の祖とする伝承に深い関わりを持つ伝説的人物であることから、室町時代初期の成立を史実と解するには困難である。本願としての活動を確認し得る早い時期の資料は、熊野那智大社に伝来する文岐三年二月、吉日付の屋敷外見で、那智の御死、孫昌院十住,住の所有していた屋敷を巡礼のための宿として、 那智あみが買い取ろうとしたものである。那智あみが収蔵にあたっていた、那智さん聖岩都寺は、那智さんの中心的人員であるだけでなく、西国三十三所巡礼の一番札所であって、三十三所の流星と共に、多くのひじや参拝者からなる巡礼を迎え入れていた。聖岩都寺を第一番とし、谷組山家門寺を第三十三番とする順序が、資料上に所見され、 かつ固定化されていくのは、肝心性の活動が定着する15世紀中頃のことであるだけでなく、この時期には一部の修行像や主権者らのものだった西国33書巡礼が庶民の間にも定着していった。こうした西国33書巡礼の確立に大きな役割を果たしたのは33書の各寺院の肝心省たちであり、那智においては那智網であった。 夏網は33所の肝心症たちを組織化すると、共に巡礼宿をはじめとする巡礼のための施設整備に努めることにより、より多くの庶民巡礼を招き入れ、一層多くの方が参戦を獲得することを目指した。しかし、そうした働きにもかかわらず、尊称陰獣済はこの売権において売却に抵抗感を示している。これは、 本願に対して鮭が抱く身分的優越感の現れと解されるだけでなく、近世以降の鮭と本願の定流にあったものを示していると言えよう。不だらく編集不だら山寺本堂、不だら山寺も参照不だらくは、浜口王子の神宮寺であるが、本願書となった経緯や時期は明らかではなく、 不堕落く地蔵の工芸品や仏像の名から十六世紀初頭から半ばにかけて本願を務めたひじりの名が確認されるにとどまっている。妙法山阿弥陀寺、編集妙法山阿弥陀寺本堂、阿弥陀寺も三生なち山奥の院とも称される妙法山阿弥陀寺は本願として名を挙げられるものの、その経緯は不詳である。古来中、豊島治といった民族学者により、 宝刀国史革新の再興により浄土信仰の寺として再興された際、漢人賞を束ねる、本願寺院として組織されたとする説もあるが、資料的裏付けを書いており確実ではない。理性院、編集理性院は古く、波行野望とも呼ばれたと見えるが、初見は17世紀初頭を遡ることはなく、御前安守の機能分担の結果として生じたものと見られる。大前院。 編集大全員は17世紀半ばに春前謀と称していたものが解消したものと言われ、その後、16世紀末から17世紀前半にかけての資料にその名が見えるが、それらの資料からは、滝安守に属したとも、アミに属したとも解釈でき、来歴は定かではない。いずれにせよ、滝安守、夏網及び、ン前安守より遅れて成立したと見られる。 熊野本宮は、熊野川の氾濫による水害に繰り返し見舞われたために古文書、古記録の類が損なわれ、研究対象として中心になるのは、新宮と那じである。また、熊野本宮の本願書は17世紀の資料によれば、すでに廃絶して久しいとあり、その実態はほとんど、わずかな資料から知れるところによれば、14世紀、中頃の本宮では、 肝心ニア州や戦艦ビクニといったビクニをはじめとする肝心省が湯の峰東高寺を拠点として活動していたとみられるが、それ以降継続されなかったとみられる。このほか年代は定かではないが、少なくとも16世紀までには、元宮安守が社人と共に古い遺書を持つものとして、首都の組織、15世紀後半以降に成立した後の熊野三山、本願書は、開国有業して、各地で、 肝心法がお募り、岩物を熊野へ送り届ける一部の熊野山伏、熊野美国を統率して、造営、修造のための財源を確保するだけでなく、自社の建立、再興、修復から、闘明、強化といった自社の年中行事への関与など、宮山の運営に、肝心活動の範囲は、関東、東海、中国、九州と全国的な広がりを持ち、その対象も庶民に、 一死半戦を求めるようなものから、戦国、大名や朝廷を対象としたものまで、基礎の幅広い層にわたるものだった。那智三景マンダら、熊野関心十回曼荼ら、及び、西国三十三所も参照那智では、文明十年と、長京二年に造営修復を行った記録があり、いずれの場合にも、肝心省が造営修復の財源調達に関わったことが知られている。 前者は、慶、泉、河内に、諸国む別銭の会議を付加するとした、足利義直の御教書に基づき、安守が徴収に巡ったものと考えられている。後者は、坂井省ビクになる者が、那智さんの東西領座の一冊を携えて、宝火を募ったというが、このビクにが那智なな本願に属したか否かは定かでは、ない。このか十国政による肝心の事例があり、 文明十六年、天文十一年の例が知られており、こうした肝心症が那智に定着していたことがわかる。那智の肝心の方法として指摘することができるものに、えとき衝動、肝心殺不散のほか、西国十三所令状の霊言演技を衝動し、一般庶民を令状巡礼に導くといったものが挙げられる。えとき衝動は、那智三景マンダラ 熊野関心獣海曼ラなどと呼ばれる絵画を携えて、海国遊業し、各地の聴衆に対して、絵画を遠い即妙な語りによって解き明かすものである。絵時衝動を担った熊野ビッグにたちは、豪王法院を文庫に入れて、諸国をめぐり、熊野関心獣海曼ラによって、地獄、極楽の絵時衝動を行い、那智三景曼ラにより、 熊野権限信仰と熊野三景の霊言を説いた。那智三景曼荼羅の作例の年代から推定して、こうした江戸期衝動が行われたのは、中世末の室町時代から戦国期以降のことと考えられている。肝心札不散は、肝心札特に明豪札の不散に肝心血縁させるもので、足利義満の即室北野殿が、熊野参りをした折に先達を務めた。 重心院相乗実位の記した熊の参り日記に、那智浜の札楽寺に到着した一行が橋漢人の二の持っていた阿弥陀妙豪札に漢人決演したとの記事が見られる。ほか、法事年間に御前暗守が行った那智の最高においても、同じく妙豪札の不散という方法が用いられている。60万枚の不散に、起承、漢人決演せしめるとした。 工事年間の肝心の具体的な内容は明らかになっていないが、同様に、基礎から広く肝心不散を募った、明王五年の統計神社の肝心願文や協力四年の神僧社最高の肝心願文が、いずれも肝心家知恵による、元凍二世の利益を説いていることから、同様に、元凍二世の熊野信仰を進め、宗書もそうした信仰に即して、放火に応じたと見られる。こうした、 妙合殺不散という活動は、室町時代における、ナチナな本願の肝心症が自習化していたことを示している。同じく、室町時代の高野さんにおいても、高野清が自習化を遂げていたことが知られており、こうした大霊状の自習化は熊野のみに見られるものではなかった。熊野と自習との関係は、快素一辺のいわゆる熊野浄土以来のもので、 それ以降の自習生においては、六字明号札の不散と、説教説、小栗法眼衝動による、熊野参り肝人を重んじた。そうした、肝人形態の始まりは明確ではないが、湯の峰にある一辺商人爪書き明号碑の存在などから、南北朝期には、熊野本宮の肝人事業を独占していたと推定されている。このように、室町時代の那智本願の肝心将たちは、 本来は、自習の肝心形態であった、念仏不散を取り入れていたのである。神宮における本願として比較的詳しく知られて、いるのは、末茶神奏者の本願たる、神僧本願である。中世の神奏者を支配したのは、熊の神宮に属する清奏で、その下に神奏本願が置かれ、両者を合わせて、神奏制と称した。神奏本願は、主座たる、明神神のほか、 華厳院、イン、宝石イ山学院を含む十の陰謀からなり、明神寺は鎌倉時代に宝刀国師革新により確立されたとみられている。宝刀国師は臨済州宝刀派の階祖であるとともに、高野清の一派たる剣道生としても知られることから、宝刀国師の影響下で、明神寺は肝心活動にあたるビッグニたちを統率する寺院になったと考えられ、その後、 室町時代の明順にの名が中高として伝えられている。明順にの名が見えるのは、大英年間から協力4年にかけて神僧、最高肝心にまつわる資料上においてのことで、神僧言言の霊言を説いて、初端越に一子半戦の肝心法画を求め、決言すれば、元凍二世の利益のあることを衝動したとされる。 こうした点から、明順にによる中高とは明順にらが未本願の職能、すなわち、神僧修理における功績を検証したものであろう。神僧神社は、戦国時代から近世初期にかけて、たびたび災害に見舞われ、神僧本願として、明神寺は再興を目的とする肝心活動を繰り返し行った。天正年、豊臣秀敗下の兵による放火で、 上奏者が消失した、際の最高肝心では、明神寺の有神にが、金倉坊助信及び熊野新宮の落機予防、行満の二人の主言者の協力を得て、西国、九州九カ国に肝心に赴いている。この時、特に、毛利照元が肝心を引き受けたと見られる形跡がある。点で注目される。毛利氏と熊野の関係は、元なりの代からのもので、 元なりからの社産の書状や新宮本願の熊野美国が両国において自由に活動することを認めた書状もある。類例として今川義元より工事2年に新宮に送られたご教書があり文国内での門別漢人に許可を与えている。こうした例から戦国時代から幕藩体制下において自社本願書の漢人活動が文国の領主や 藩主の許可なくしては不可能であったことが示されている。このほか、新宮において特徴的なものとして船の渡し銭がある。新宮は熊野川の河口に鎮座し、伊勢路を経てやってきた参詣舎が渡る熊野川河口の成川の渡しや熊野本宮から川を下ってきた参詣舎が上陸するお友渡しといった要衝において渡り銭を徴収していた。 中世後期の自社本願書の肝心活動において、こうした赤線や私銭の徴収が大きな役割を果たしていたことは広く知られているところであり、新宮湾主による私銭徴収はそうした系譜の中に位置づけることができる。熊野美区にも参照肝心活動においては、多くの場合、庶民から一子反戦を募るのが常であるから、 より多くの人々に働きかけることができるか否かが、成否の鍵を握ることになる。そのために、本願書は、肝心に携わる肝心者を配下に多数抱え、彼らを各地に送り出し肝心法画を募るとともに、願物を本願書へ運送させた。熊野三山本願書では、この役目を熊野願い職と称し、その担い手たる熊野山伏、 熊野美国が本願書の配下に属した。願職は諸国海有し肝心放火を募ることを職務とするが、中には地方に定住した者も現れた。だが、本願書との関係は切れることはなく、願物を引き続き、熊野に送り続けた。地方を定住した者たちはその地において、弟子を取り、その弟子たちがやがて願職に従事するようになる。そうした弟子たちは、 師匠のすじめの本事から、山伏の陰号や美国の大志号の免許を与えられた。また、毎年のこととして、年下ごと称して、熊野で賛同させ、願物や五譜の売り上げから上納をさせるのと引き換えに、願職の免許を改め受したことに見られるように、熊野山伏、熊野美国たちに、願職の職権を余奪することを通じて、本願書は支配を及ぼしていた。例えば、 漢文十二年付の定め書きには、カビな姿や派手な衣装、化粧を禁じ、熊野山伏、熊野美国が、師匠や大師の許可なく減続した場合は、戦索を遂げることなどといった禁止事項を挙げ、違反した者は、死、弟子とも熊野願い職を停止するとしている。この資料は、熊野本願書が、熊野山伏、熊野美国を明確な支配関係のもとに置いていた。 ことの少佐ではあるが、同時に、東海同盟初期に、海を破りへ時をも知らず、歌を寛容すと評されたように、風俗や、規律の士官、悪臭の蔓延が見られ、霊落して、歌びくにや遊女になる者も,も存在した。このように、熊野三山の本願書と、その支配下にある諸国の熊野山伏、熊野びくにからなる集団を、熊の方と称した。 記述のように肝心としての熊野願い職は、熊野三山の本願書の体制下で保証されていたが、他方で主言としての立場では、東山派の支配体制下に置かれていた。もとより、熊野三山の本願安主の内実は、主言山節であり、前述のように正規の新宮安主は、半道寺、梅本院という東山派世大選抜寺院から入寺していたし、那智の国屋も、 梅本院選抜同行の下札寺として、大峰入法を果たして免状を得た山伏を願職として諸国に送り出していた。こうした事情から、東山派は熊の方を別派の一つとして位置づけており、東山派別派の主言集団としての熊の方と、熊の散々本願書の配下の願職とは、切り離してみることは多くの場合不可能である。近世初期頃には、 熊野三山本願書は、熊野本願旧家事と称する本願仲間を形成し、連携して本願職の遂行に当たっていた。旧家事の組織化の経緯は定かではないが、資料中にある熊野三山中との記述などを手がかりに、16世紀末から17世紀初頭と考えられている。旧家事においては、宮間安守と称された本宮安守、新宮安守及び、 なちご前んあが、それぞれのひとの本願書を統括し、三山の頂点に、新宮安うが立っていた。新宮安うを特徴づけるのは、その強力な権限であり、さまざまな免許権や特分を有していた。例えば、そのことを称する資料として、広く知られる昭徳五年の資料には、第二条に、新宮安うには、本宮や那智を超える古法があるとして、その優位性が記され、 ついで第三条では、本願の職を務める山伏、ビ国に、熊野仙達号を与えられるのはただ、新宮のみであって、本宮や那智は、仙達号を与えないことを承知していると、あるほか、大志号や陰号のガでに対して、新宮の名で出すことを許し、法能銀を新宮が受納する旨などが述べられている。熊野仙達号とは、本来、本山派、東山派の教団の管轄下に、 付与されてきたものだが、新宮湾主が独自に山伏し、美国に熊野選脱号を許していたことをこの資料は示している。15世紀末以降、各地の寺社において成立した本願書であるが、本大寺社の外部の存在であった、肝心症たちによる組織である本願書と寺社との間には緊張関係や対立が生じることが多く、本願書が存続し得るためには、 単に自社内における、造営、収蔵及び肝心に関する機能を掌握するだけでなく、社事の演起や仏事、真事といった社役にどれだけ関与できるか否かが重要であったと指摘されている。熊野三山本願書の場合、17世紀中頃より、しばしば本願と社家の間に総論が繰り返され、最終的に、遠京元年の江戸幕府による再挙において本願が、敗訴し、 年中行事や、社役、社法から排除されたという経緯が明らかにされている。しかしながら、遠鏡の最挙より前に、熊野三山の本願が造営以外で、いかなる機能を果たしていたかについて言及した研究は、少ない。17世紀中頃に廃絶した本宮はさておき、新宮となちについては、総論の過程で作成された資料が多数あり、本願が担ったとされる。 社役を知る手がかりとなっている。その中でもよく知られた、新宮、那智の連署で、奇襲半部業所に提出された、熊野三山本願初級家事社役行事の里氏には、新宮社役、那智社役として、新宮、那智のそれぞれの本願が務めたとされる、社役について述べられている。この資料の分析に基づき、大田直行は、社役として、次の三点を指摘している。 祈祷に関すること年中行事など、社内の諸行事に関すること経済的な特分に関すること従来の研究で、主に注目されてきたのは、第三の経済的な特分に関する部分である。前述のように、熊野山節熊野美国を熊野お願い職として配下に収めることにより、各地からの肝心放賀を集めたほか、新宮において見られたように私銭を徴収し、 さらに、社頭において参経者がもたらす、諸参線を徴収する権利を有した。諸参線に対する権利は、以下に見ていくような近世以降の体制にあってもなお、認められていた。その他、本願は、書道の鍵の管理を掌握しており、書道者の鍵の管理は、その同者を文章する本願に委ねられていた。こうした経済的特分は、熊野三山の本願が、それぞれの一山において、 活動を行う上での基礎であった。年中行事、編集、熊野三山本願初級家事社役行事の里氏には、新宮社役として、潜宮を行う時の、射水火事が挙げられている。射水とは、火事気等を加えた香水、または酒水を注いで清めを行う、密教的な手法である。新宮社役によれば、新宮での射水は、潜宮に伴う、身体動作に際して、 二重の火器と幕で隔てられた信仰の道から内人までの範囲で行い、もっぱらネギと本願のみが関与できるものであった。智社役によれば、内人の社水を務めるのは、御前安主と滝安主であり、それ以外にも儀式の信仰にあたって本願が大きな役割を果たしていた。しかしながら、各地の神社本願所では、内人、外人に近づくことはそもそも社家の特権とされ、 まして本願が射水に関与することはありえなかった。その意味で、家の中での本願の地位の確立にあたって、内陣にまで禁じして、射水を行い得たことは、大きな意味を持っていたと考えられる。次に挙げられるのが、金始めである。金子は本来は、建築を始めるにあたって、日時の関門が出される儀式で、後に、年始の年中行事としても行われるようになった。 新宮社役によれば、本願は神官と対等の存在として、神前の五白社にて儀式を主催したとされている。金始めにおいて本願が中心的な役割を果たしているのは、本願の職分である造営にまさに関わる儀式であるからと見られている。これらのほか年中行事において、用となる祭礼においても本願は役割を持っていた。 新宮霊大祭における神芽と挙式の神芽の養育や祭礼で使う御輿、祭具の修復は本願の担当だった。また、夏霊大祭で使われる扇御輿は御前安主と鮭の共同のもので祭礼の中で扇御輿を清めるための日も御前安主が出すものだった。以上に見られるように、熊野の本願書は年中行事に深く関与し、 鮭と対等あるいはそれ以上の役割を果たすことによって単なる造営役を超える存在感を発揮していたのである。祈祷、編集家の最も重要な社会的機能である。祈祷においても本願は深く関与していた。新宮安州の屋敷に設けられたゴマ堂では安州独自の祈祷活動が行われており、しかもその祈祷の力は個別の旦那の息災を超えて、 天下安全のご祈祷をするべき公的な性格を負ったものと認識されていた。また、牛玉法院の反復について、シングル、ナチの本願は強い権限を有していた。牛玉法院の伝来例としては、ナチのものが最も多いが、シングル安氏も独自に牛玉法院を各地の騎士に送っただけでなく、配下の熊野願い職にも牛玉法院を反復する権利が委ねられていた。 同様に、那智においても本願が反復の権利を独占していた。それだけでなく、新宮安守は、牛玉法院家事、すなわち、牛玉法院の調整をも担っていた。牛玉法院家事とは、牛玉法院の反議をすることと、牛玉法院の実態である主因を押すことを指しており、これを行い得たのであれば、調整から反復までを一貫して本願が行い得たことを示していると言えよう。 これらの他の祈祷について、鮭側の資料と本願側の資料を称号してみると、本願は鮭の祈祷のうち、年中に行われる代表的なもののほとんどの部分に関わろうとしていたことがわかっている。その具体的な関わり方は様々で、鮭の祈祷に参加したり、鮭と同内容の祈祷を独自に行ったりと一様でないが、社内における宗教的な役割を積極的に担おうとしていた。 しかしながら、鮭川の資料では、祈祷はことごとく鮭の役割であるとし、本願の役割は否定されている。これは、近世になって、経済的再建を果たしつつあった鮭の反撃により、本願の地位が否定され、社内の地位から排除されていく。近世に入ってからの熊野三山本願書に生じた大きな変化としてまず指摘されるのは、新宮湾主と東山派主言道の大事員である。 半道寺、梅本院との検体に関して出された、遠方三年の幕府の覚書である。従来の研究は、この覚書を本願と修験道との検体の禁止と捉え、修験道からの離脱を強いられたことにより、熊野山伏、熊野美国への統制と願物の徴収が滞こり、本願の衰退の契機となったと考えてきた。しかしながら、遠方の覚書の第二条にあるように、 幕府が本来問題としたのは、本願書住職と熊野仙達としての、梅本院住職との検体であって、主言道を禁止したわけではない。むしろ、元禄九,九年の幕府覚え書きが明言する通り、本願が、廃下の山伏、ビクニを支配する力は何ら否定されていないばかりか、検体禁止の後も新宮安氏は、熊野仙達号とビクニ大臣号の免許権を維持、し続けていた。 こうした点から、遠方3年の覚書が、本願の衰退に、どの程度の影響を持ったのかは、議論の余地がある。本願の本来の職分である、造影役についても変化が見られる。近世社寺の肝心活動は、幕府の許可制になっていたが、熊野三山の本願もその例外ではなかった。例えば、教法6年には、幕府より新宮、シングル、に大使肝心許可が出されているが、 本願書資料には肝心許可状は伝わっていない。このことから、幕府は鮭に造営を統括させたと考えられているが、これは造営、修造に関する一切を本願が掌握してきた、近世以前のあり方とは大きく相違する。また、同じ教法6年には造営の運営に関し、鮭と本願の間で総論が生じている。本願は、 造営に関する会合から本願を排除しようとしたとして、鮭を訴え、幕府寺社部業者は本願の実績を踏まえて、鮭と本願が共同で造営に当たるよう仲裁したが、鮭はあくまで本願を、鮭の会にあるものとして扱った上で会合への参加を認めた。この後、原文元年に、幕府からの寄付3000両を元でとする、貸付事業で造営料を捻出することになり、 さらにその運用が、奇襲藩と鮭に掌握されたことにより、造営の主役としての本願の役割は完全に後退することになった。前述のように、鮭側の認識によれば、本願はあくまで造営役に過ぎない。そのため、早い時期のものでは、漢文年間頃から、年中行事と祈祷に関する本願の役割を、低めようとする鮭の側からの反撃が見られるものの、 なかなか成果を見なかった。17世紀半ば以降、シャケは本願排除の動きを一層活発化させたが、その背景にあったと見られるのは、奇襲藩主、徳川頼信の神道重視の政策である。徳川頼信は、吉川神道を主張した吉川コレタルをキーに調整して、藩内での神仏分離を進めただけでなく、コレタルを熊野散々に派遣し、 年中行事について指導するよう命じている。その具体的内容は明らかになっていないが、同様に、これたるを称制した藍津藩主の星名正幸が、神仏分離と寺院の抑圧を進めたことに、見られるように、鮭が本願を排除する上での思想の確立に、大きな意義を持ったであろうことは、想像に難くない。本願が自社内において、地位を確立する基礎であった造営。 修造及び肝心という経済的役割を、鮭は奪っただけでなく、思想面や政策面においても、幕府や藩からの後ろ盾を得て、本願を排除する動きは一層活発化してゆく。遠京の最去は、遠京元年に、幕府寺社奉行より、シングル、那智に当てて出された最去である。遠京の最去では、鮭と本願の関係が、明確化された。それによれば、本願の地位は、 鮭の地位よりも軽いものであり、社中といった場合も本願は含まれず、本願は鮭の支配を受けなければならないとされた。のみならず、本願が指揮へを着用することが禁止されたことにより、可視的な身分表彰においても、両者の違いを示されるようになった。また、祈祷に関しても、新宮における車水は、社法であるがゆえに、鮭の指示の下で行うものとされ、 牛玉法院火事についても、もっぱら鮭の役目であると定められた。こうした採去により、本願は、鮭一同に連なり、単に造営役のみに留まるものではないとする、本願の主張は、明確に否定されたのである。さらに、本願の本来の職分である造営においても、造営願いは、鮭の役と明記され、前日の幕府の寄付金3000両の貸付運用を、 もって造営量を年出するという決定により、一切の関与が禁じられた。再挙の最後には、社内の一切の年中行事と祈祷に、本願の関与を認めないとした社法格式を一、三中として長く守るよう明記された。ここでの社法格式とは、新宮社家及び那智社家が作成し、幕府に提出したもので、いずれにも延長元年4月に、 自社奉行の山名と与那以下4名が山中長森この旨と記して初版を加えた奥書きのあるものを指している。すなわち、もっぱら社家の側の主張する秩序に沿った社法格式こそが幕府公認として従うべきものと定められたのである。遠京の最強において17世紀中頃から続く社家による本願排斥が全面的に認められる形で、 鮭と本願の総論は終焉を迎えた。中世後期以来、本願としての功を礎に、社内での地位を高め、鮭と同等の存在たることを目指した熊野散々、本願書の主張は完全に却下されたのである。加えて、早くに廃絶した本軍はさておくとしても、那智では、延京の最強に先立つ元独年間頃から、京方年間にかけて無重化が進み、 遠京元年には、滝安守、大善院、理性院、阿弥陀寺は、無重、不堕落寺は、午前安守の県体となっていた。明治の神仏分離による廃寺まで住職が、確認できるのは、午前安守、智阿弥、堕落寺の三家寺に過ぎず、上僧本願においては、遠方の覚書で本願を知りた、家言院、奉釈院、三学院のうち、家言院、奉釈院は、 法歴年間までに断絶し、残る三学院も近い時期に廃絶したとみられる。こうした体制にもかかわらず、熊野三山の本願書は、明治の神仏分離まで廃絶することはなかった。というのも、神宮の社水や禁止では、遠長の最強以降も、依然として本願が一定の役割を演じ続けていたとみられ、王法院の反復に関しても、 法儀模様の功王の献状は引き続き本願によって行われ、逆に鮭が取って代わろうとする動きは幕府に認められなかった。すなわち、社役、社法から本願を排除し、舎中の主導権のほぼ一切を奪ったにもかかわらず、鮭は本願の役目を消し去ることはできなかったのである。このように舎役、社法に深く関与し得たがゆえに、 熊野の本願はたとえ主役としての地位を奪われたとしても、なおも、社内から追放されることなく、存続し続けることができたのである。ありがとうございます。